てくれ。何事だ。好きなもん持っていけ。何の話だ。旅の阿久堂を襲っているんだろう。弓の達人と手を組んで。石川先生か。ありえぬ。あれはあんたの声だった。声だと？いつだ。ついさっきだ。腹を空かせた獣のように暴れ回ってただろう。何故我らが追い剥ぎの濡れ衣を着せられる。北へ行けば真相がわかるか。守って。
争う声が。と物見とは。あんたがクロード。ここで何が。行商が襲われたのだ。俺は分かってるんだぞ。あんた猛虎と手を結んで食い物を奪ってるんだろう。休んでおれ。その話はわしがしよう。巴の仕業でしょうか。我らに濡れ衣を着せ、民に不安の種をまいておる。急ぎ向かったのだが、こやつしか助けられなかった。襲われた場所は。この近く。なぜだ。悪くない案だが。何か。気にするな。新郎のせいだ。それももう終わりです。ここにおれ。しばし一息ついて、しかるのち離れるがよい。そういたします。奇襲の場所まで案内を。なぜわしの居所が。アキュードの悲鳴を聞いた者が。巴のおかげで街道は空だ。だがどうしてか行商が通ったのでな、後をつけた。なぜ巴はこの地の行商を襲うのでしょう。櫛を奪っても利はないはず。いや、だが櫛寺は民の拠り所。道を封じて士気を下げる策だ。まだ定かではないと。何とも言えん。今はな、巴は弓の教えに背いた。そしてわしを裏切り、次は故郷を狙っておる。地の果てまでも追い詰めてやるわ。荷車だ。巴に殺された者も。調べてみましょう。街道を進んだ。見つけ出すぞ。生き残りはおらぬ。日本式の矢もあるか。無論です。屈指の民への戒め。あやつめ。先生と私の名を語っております。この道決して通るべからず。通れば死する。なるほど、考えたの。これ以上巴どもの気まぐれで櫛の罪を死なせてたまるか。来い。急げ。馬を降りる。来い。探る暇はない。せいてはことを子孫じると言いますぞ。何故一人で。助けてやらねば。助けてください。待たせてしまったな。ダメです。来てしまったのですか。なぜ拒む。あの女が言うには。巴が。申してみろ。侍が来るまでは私を生かしておくと。
おのれ賭けだ。どうぞ。お前の仕掛けた罠にまんまとはまりました。実は二日前に話をした。巴と？この女とだ。猛虎と共におる島の女を見たそうでな。野営を突き止め村の女子に失敗するとは思わなかった。このムクロが巴であったかもしれんぞ。巴は武士の何たるかを分かっておらぬとおっしゃったが、あなたも同じ穴のムジナだ。年寄りに期待をしすぎるな。おじごにもわしにも政子殿にもな。年寄りに甘えるのはガキのすることだぞ。何をおっしゃりたいのです？わしもおぬしも武具を手に生死をかけて戦っておる。だからその手を血に染めたのですか？だからこれまで生き延びたのだ。お主は違うか、クロードよ。私は民を守ったまで。手を血に染めてな。大綱にも修練場があるぞ。世話するのも大変だった。ああ、どこから見ても生きてるやつだった。お礼なんかじゃない。嘘だね。ただの人が夢の中で殺した影から作ったという鎧を切るわけね。子供の間で、まあ、どんなに優れたお侍、人が一人で猛虎の国を奪うなんて無理。爆笑のあれ俺たちみたいな百姓が戦えるのか。クロード様はお侍だぞ。教えてた。
仲良くやっていこうか。よし、影。
て。仰ぎ見れば行方も知らで草枕、行き疲れまで止まることなし。
お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。蜂を構えてください。引く意志はないのか。約束は約束、浪人であろうと果たさねばなりません。好きにしろ。引けば生きて返してやる。そしてつながらお断りいたす。来世では誠の武人となれ。Here!